じゃあこんにちは、はい、さあいよいよ明日ですゴールデングラブ賞が発表ということで、はい、選手たちにとってみれば名誉のあるまあそうだね、はい、選ばれるということはなそうですね、はい、これも守備の名手ということでよろしいんでしょうかゴールデングラブはもちろんまあいいだろう ね、 そうですねベストナインとはまた違いますもんね俺の好きな守備も入ってるけどねあいいですね中にはね、はい、中にはなので今日はいち早く高木豊ゴールデングラブ賞を発表したいと思います、はい、わかりました、はい、これが本家のゴールデングラブ賞とどのぐらい当たっているのかそうだねかぶるのか、はいはい、じゃあまずはセリーグのピッチャーからいきたいんですが、はい、ちなみにです、はい、去年のセリーグのピッチャーゴールデングラブ賞は誰だったか覚えていますか今のは違いますどれカープです広島カープ森下そうです森下選手が去年は受賞されていましたということで、まあ、今年はもう多分あの方だと思うんですけど誰あの東投手違うえ違うんですか、うん、違うんですか、うん、え分からないです山崎伊織巨人の巨人、これはやっぱりねバッティングもいいように、はい、身のこなしがすごいもんそれフィールディングとかももちろんもちろんだってゴールデングラブでしょそうですそうです投げて勝ったわけじゃないだろそうですあいや東と迷ったんだけど、はい、やっぱり身のこなしっていう意味では、うん、山崎よりの身のこなしっていうのはすごくいい、はい、へえだから迷ったあ東もね決して悪くないし今永も悪くはないんだよ、うん、そうですよねだけど俺は守備者として山崎よりの身のこなしっていうのは、はい、あいいなっていうふうに思うそか初めて2桁山崎投手行きましたしやっぱり今年本当に成長したっていう成長したと思うよでフィールディングも抜群に、はいはい、ということでおお巨人の山崎伊織投手、はい、平川さん選びました、はい、さあ続いてキャッチャー去年は、はい、ヤクルトの中村雄平選手でした、ねはい、佐豊さん、まあ、今年は坂本誠志郎あそうですね、うん、やっぱこうリード面もそうだし、はいまあ、キャッチングフレーミングっていうのもすごくいいし、うんまあ、阻止率っていうね大事なところで刺すという、はい、だから非常にいいかなっていうふうに思うんで、まあ、これそうですね文句なしじゃないかなと思います、うんまあ、そうだねはい、うん、さあファーストですファースト去年豊さんどなただったか覚えてますかファースト、はい、誰だあビシェド違うか外違う違います誰中田翔選手ですあ中田翔がいたん、はい、セリーグで初めて、まあ、そうだな、はい、はいはい取りましたけれども豊さん今年は今年はもう言わずと知れた大山だよ、うん、まあそうでしょうね、まあ、やっぱ安定感抜群だしうまいようまいですよね、うん、確かにあの桁かなって思うとこだったり一塁線上のとか、ね、まああのやっぱ送球もだいぶ助けられてると思うよ大山でうん、だから、まあ、大山ファースト大山選手さあセカンドです今年は誰でしょうかセカンドは、はい、これは印つけてないんだよねおちなみに去年は10年そうです10年連続10度目菊池選手中野と迷ったんだけど、はい、やっぱ菊池かなそうですね名手という意味ではまだ抜けないねそうです いいとこまで来てるよ中野選手、うんうん、吉川もいいとこまで来てるけど、うんうん、やっぱ菊池の牙城を崩すっていうのは、うん、なかなかこう至難の技だよねハードル高いですねでも来年は中野が行くんじゃないあそうですかぐらい来てるよおお上手くなってるしねじゃあ楽しみですね来年のゴールデングラブが、はい、さあサードです三塁手はい宮崎おお DeNA これはまあ岡本がファーストに行ったりなんだかんだっていろいろ試合数も足りないで坂本もサードに来たんだけど試合数が足りないとか村上っていうのも考えたけどやっぱりエラー数が多いし安定的にやってくれたのが宮崎かなっていううんだからこのチャンスを逃すとはないかなと思ってそうですねいや来年から坂本がサードに来るとさやっぱ坂本はうまいぞサードはいいやだから宮崎もう取っときなさいみたいな今のうち今年にいやよく頑張ったと思うよそうですよ、ね、彼は ちなみに去年は巨人の岡本選手が受賞されました、はいはい、さあショートですショートね、はいまあ、去年はヤクルトの長岡選手が初受賞しました、はい、木浪そうですねいや長岡もうまいんだよ、はい、ただねまあこれはプロとして言い訳しちゃいけないかもわからないけども木浪は甲子園でしょ土のグラウンドでしょ、はいで長岡は、まあ、人工芝だよね、うん、ハンデを考えたときに少しハンデっていうふうに捉えてもらっていいと思うんだけどね、はい
まあ、雨が降ったりとかさ、いろんなことがあってグラウンドが荒れたりだとか、甲子園園芸が必死に直すけど、まあ、それでも輝かされるからね、はい、木浪が10個、長岡が8個、うん、まあ、その中でやっぱ10個っていうのはよくやったと思うんだよ、うん、まあ、今年からね、ショートで本当にスタメン張ってっていう、まあ、そうだね、だから長岡もうまいけどな、うん、あ、ミスの少ない選手だけど、はい、今年は木浪かなっていうふうには思う。あ、抜けそうなところを取ったりとかありましたからね。まあそうだね、うん、さあ外野手3名いきましょう、はい、去年はちなみにヤクルトの塩見選手から中日の岡林選手、はい、そして阪神の近本選手が受賞しました、はい、今年は誰でしょう。近本まず、あ、となると3年連続3度目になりますね。まあまあそうだね、はい、で岡林、あ、2度目の、はい、はい、2度目のね、うん、で桑原、DeNA の、はい、あ、特攻隊長、そう、はい、やっぱり守備範囲も広いしさ、うん、前のボールに強いしね、はい、去年惜しいところまで行ったけども、うん、まあ、落選してね、はい、まあでも今年は去年同様やってると思うし、うん、去年ほどのインパクトはないにしても、そうですね、他がねあんまりそんな良くない感じがするんだよね。まあ、塩見選手はね怪我でいなかったですし、そう、まあ、小原選手も出たり出なかったりというのはありましたけど、あったけども、うん、守備はやっぱ安定的に良かったかなっていうのは結構ある。あ、他はちなみにどういった選手は権利はあった、うん、まあ、秋山とか野間とかね、あ、野間選手、はい、あったし、はい、秋山選手途中で抜けましたもんね、まあ、丸とかね、丸選手、まあ、梶谷とか、あ、うん、いたんだけど、はい、まあそうだな、確かにそういった選手たちと比べてば桑原選手、まあ、桑原の方が前かなっていうね、うん、しますね、はい、さあ続いてパリーグいきましょう。はい、パリーグ、パリーグ、はい、ピッチャー山本由伸、はい、そうですね、去年同様、これはね、やっぱ投げてるフォームが安定してるから、はい、投げた後にすぐ守備に入れるというバランスがいいよね。ですね、うん、いや、則本とかも考えたんだけど、はい、やっぱり山本の方がちょっと上手かなって、一枚もないな、半枚上手かなっていう、まあ、感じがするね、まあ、山本投手取りそうですね、はい、さあ続いてキャッチャー、キャッチャー甲斐、あ、去年引き続きですね、いや迷ったよ、あ、どなたと、若月とか、ただ併用になってるんだよ、森選手と、うん、あ、で甲斐は、まあ、ほとんど一択でいってるんだよね、はい、そうですね、あともう一人悩んだのが古賀、あ、西武の、西武の、これは阻止率がいいんだよ、はい、12球団ナンバーワン、お、そうなんですね、うん、だけど試合数がやっぱ下位よりも全然足りないんだよね、はい、でトータル的に見てもまだ下位だなっていうふうに思います。そっか、じゃああと数年すれば古賀選手が取る可能性ある、可能性ある、十分ある、うん、まあね、下位選手はそうなると7連連続7度目になっても不動の地位築いてますからね、はい、そうだね、はい、でも追っては来てるからね、もう来てますね、はい、さあファーストです、はい、去年はソフトバンクの中村晃選手3年連続3度目受賞されました、はいはい、まあ中村、あ、じゃあ一緒ですね、そうだね、うん、他になかなかいなかったっていう形ですか。まあ入れ替えが多いんだよね、ファーストは、ファーストはね、うん、あのパリーグはまあ頓宮とかね、はい、あの首位打者取ってるけども、まだまだ守備はね、中村とじゃあどうかっていうと、はい、やっぱ中村の方がうまいし、うん、だからここら辺は中村かなっていうふうに思うね、はい、続いてセカンドですけれども、去年は西武の外崎選手が受賞しました、うん、今年豊さん、まあ、外崎だな、あ、じゃあ3度目ってことになりますね、うん、やっぱり試合数がしっかり足りてるということで、そこもそうですよね、うん、試合数っていう意味、試合数も大きいよね、うん、だからまあそうだな、まあ、楽天なんかは入れ替わり立ち替わりね、はい、小深田浅村とか、まあ、権利を持ってる人はいるけども、はい、やっぱもう半分半分だしね、そうですよね、うん、出てる試合数が、だからトータル的に頑張った守備だよね、はい、あの外崎かな、はい、はい、サードは三塁手、はい、宗、あ、となると3年連続3度目です。対抗馬がね、なかなかいないんだよ、そうですね、パリーグのサード安田が これから可能性が出てくるかなっていうふうには思うし、はい、そうだな、まあ、栗原はやっぱサード、うん、まあ、内野っていう意味ではちょっと辛いかなというね、うんうん、そうですね、で清宮幸太郎サードに、ね、なったばっかりじゃない、だからなかなかこう厳しい面もあるし、うん、やっぱ胸の、あの送球とかね、はい、見せ方がうまいな、そう、いや、そう、大したことないだろうみたいな、もうパーンとやったりとかね、そうなんですよ、まあ、見せ方は上手だねじゃあ3年連続3度目で、はいはい、さあショートです、去年これはね、はい、悩んだんだよ、
やっぱ源田の印象ってすごく強いと思うし、華麗なんだよね。だけど今年春先からいなくて、ゲーム数という意味ではちょっとやっぱ足りない。まあ、足りないっていうか権利のあれとしたら足りてるんだけど、やっぱ今年はね、紅林って言いたいところなんだけど、紅林でしたと思ってた。いや、紅林って言いたいところなんだけど、はい、今宮なんだよ、ベテラン今宮選手。俺は少年野球に今宮の守備をずっと見ててごらんって、はい、絶対取る、ステップする、投げるっていうのが、これが決めが全部あるから、取る、ステップする、投げるっていう全部決めがあるんだよ。これ基本なんだよ、はい、でもね、源田もやってんだよ、やってるけど分からないぐらい綺麗にやるんだよ。流れるようにやる、流れるようにやる。で、紅林っていうのは肩が素晴らしくいいんだよ。日本シリーズでもね、良かったですね。いや、もうね、彼はね、将来的には素晴らしい少女になると思うんだけど、はい、まだ俺、今宮の守備は抜けないと思う、うん、まだ決めという部分では、はい、で、源田と今宮を比べたときに、源田がね、今年9つやってんだよ、エラーが、試合数が99、はい、で、ソフトバンク今宮が125、おでね、源田が9つ、うん、今宮が10、うん、この試合数を考えたときに、この1個って、1個差っていうのはいかに今宮が安定してたかなんだよ、はい、だからそこをやっぱ上げてあげたいよな。やっぱ今宮はショートって第一人者だよ。いや、そうですね、パ・リーグ、まあ、源田ももちろんそうだけども、うん、でも今年の守備を見た時には、俺は今宮にあげたいなと。おお、ここは熱いよ。ここ激熱だよ。激熱ポイントですね、激熱ポイント。そうか、いや、だから、お、源田選手じゃない、紅林選手じゃない、今宮選手、これは、ね、印象的には源田に流れると思うよ、今日は。とか紅林選手とか、ね、やっぱこう印象があるからね。だけど俺は今年は今宮頑張った、毎年頑張ってるんだけど、今年はやっぱこう守備の賞を上げてもいいんじゃないかなっていう。だから内野手のクロート目線だとそうなるんでしょうね、きっと。やっぱりこう試合数が重ねればエラー数も増える、確率がね、はい、その中でやっぱり99と125、試合数も違うし、そこで1個差っていうのはさ、やっぱ今宮がいかに安定してたかっていうことだよね。ですよね。もう年齢的にもね、ベテランの域なんですけど、ショートでよく頑張ってるなっていう。いや、頑張ってるの、小さい体で。そうですよね。さあ、外野手3名いきましょう。去年は、はい、ロッテの高部選手が初受賞、はい、から楽天の辰巳選手が2年連続2度目、はい、そしてオリックスの福田選手が初受賞しました、はい、今年は辰巳、じゃあ3年連続3度目になりそうです。今年はなんか銀のスーツじゃないの。去年なんか、なんか銀のスーツかなんか。なんかゴールデングラブだから、なんで金じゃしてなかったんですかみたいな。じゃあ来年来ますと、ちょっと楽しみにして選びたいと思う。じゃあそれで来ますね。いやいや、くるくる。おー、辰巳選手。はい。うん、2人目。はい。中川。あ、オリックスの、はい、やっぱ貢献してると思うよ、外野手で、うんうん、でね、他に太鼓場っていうのはそんなにいなくて、そうなんです、まあ、印象的にはね、はい、でも優勝してるし、うん、その中の中軸の選手だしね、うん、外野手部門で、うん、まあ、上げてもいいんじゃないかなっていう。おー、ギータとかは、豊川さんは、あのね、ギータはね、DH に使われてるから、そんな守備機会っていうのがちょっと例年より低いんだよ。でも3人目いるからね、まだ。あ、そうですよ。何言ってる。そうだ、中川選手、辰巳選手、あと1人で、杉本がいて、で森がいて、はい、外野手、うん、中川だとしたら、うん、相当な守備範囲が持たないと大変なんだよ。その中で優勝してるという、ね、そうですね。で中川の守備力っていうのは素晴らしい、やっぱそういう意味では素晴らしいと思う。でも森選手のあの日本シリーズの、いや、森もまあ、あれは、はい、さあ、あと1名、え、誰わかる。いや、わかんない。パ・リーグですよね。もうレーザービームといえば万波、万中だ。あー、万波選手、万波はすごいよ、やっぱ。あ、じゃあ初受賞になるのかな。守備で覚醒したというか、バッティングもそうだけどもね、はい、うん、やっぱ肩の魅力ってあるよな。まあ、当然キャッチングもうまいよ、はい、うまいけども、そのランナーを先の塁にやらないとか、うん、あの肩って、まあ辰巳も強いけど、それ以上だな。まあ今12球団でトップじゃない。
身体能力がすごい高いんですね、やっぱり。いやだからやっぱり内野手より外野手で使った方がいいということです。それはもう新庄監督も鼻から分かってることだ分かってるけど、いろいろ経験させて、はい、そのポジションの気持ちを分からせるために、うん、あえて使ってるとかね、まあ、そういうこともあったけど、もう鉄板でライトで使う。ああそうなんですね。いやね、豊さん的ゴールデングラブ賞の受賞者が出揃いましたけれども、はいはい、去年に引き続きの方もいれば、はい、あ今年出てきたっていう選手もいます。まあいるよな、うんうん、まあそんなにね守備もね急にはうまくならないからさ、はい、印象と取り続けたらずっと続く賞だよねそうなんですよ、ね、いや印象ってすごく大事なんだけど、はい、まあ熱く言いたいのはやっぱり今宮だな。もうここ激アツポイントですね、うん、いや今宮の守備っていうのは本当に基本の塊だから、うん、あの子の守備は、はい、ボールを投げる一つの動作、うん、右足にグッと力をためて投げるっていうね、うん、いいね来シーズンちょっと今宮選手の送球とかをちょっと注目してみたいですね。いやいや見といてよ、取り方とかね、一つ一つの取り方ね、うん、だからその少年野球やってる、ね、お子さんたちは今宮選手ショートの子たちが見ながらっていう、うん、真似ができるショートだよ、うん、激アツポイント、この激アツポイントをどうかね反映してほしいんですね。いやいやそれは現代に失礼だから、それは俺が投票しないから分かんないことだ。それはまあ平等にね、はい、皆さんが決めることだから。そうですね。でも俺はもう本当にこう選んだ人たち、はい、あと皆さんが思う今年のゴールデングラブ賞誰にあげたいかっていうのもコメント欄に書いていただけると激アツです。はい。